ん、こんにちは。陣代のまさきです。本日は台湾ハウス施工のパレット駒田のお部屋に来ています。今私が立っているのがリビングのお部屋になっていまして、ご覧のようにとても広々と開放的な空間になっています。そしてこちらの方にはエアコンが設置されていまして、さらにこちらのグラストの方からはバルコニーに出ていただくことが可能になっています。こちらのバルコニーなんですが、とても広々となっていまして、たくさんの洗濯物も干していただける素敵なバルコニーになっています。さらにこちらのガラス戸の方なんですが、このように合わせガラスになっているので結露がつく心配もありません。ではこちらの方を見ていただきますと、こちら人気のカウンターキッチンになっているんですが、こちらのカウンター、お客様のお好みに合わせて様々に使っていただけます。そしてこちら奥の方がキッチンになっていまして、ご覧のように両手を伸ばせるぐらいゆったりとしたキッチンになっています。こちらの方には大きなシンク台、浄水機能までついていますね。このようにして切り替えできます。こちらの方にはおみくじのガスコンロがついていまして、そして下の方にはたくさんの収納までついていますね。そしてこちらの後ろの方には冷蔵庫を置いていただくスペースも確保しておりまして、とても使いやすいキッチンになっています。そしてこちらの壁の方を少し見ていただきますと、左がカラーのモニター付きインターホン、こちらでお客様の顔を確認できます。こちらの方がリモコン給湯になっていまして、真ん中が私のおすすめポイントのあの人気のアルソックさんになっています。外出の際も在宅の際も何かあればすぐに駆けつけてくれる、とても安心の防犯対策になっています。そしてこちらの方にはちょっとしたリビング収納がありまして、棚までついていますね。とても使い勝手が良くなっています。そしてこちらのすりガラスの方には奥の方に洋室があるんですが、ちょっとした仕掛けがありまして、この扉を全て開けれるようになっています。こちら全て開けていただくと床がこのようにフラットになっているので、とても大きなリビングのお部屋としても使っていただけます。そしてこちらの洋室なんですが、このようにおしゃれなアクセントクロスが貼られていまして、ちょっとした収納までありますね。そしてこちらのお部屋、少し私のおすすめポイントがありまして、こちらこの紐を引っ張っていただきますと、室内の物干し竿がついています。女性の方や花粉症の方など室内に洗濯を干したい方にとても人気のものになっています。ではこちらリビングの方から出て次のお部屋の方へ行ってみましょう。こちらのお部屋から出ていただきますと、まずこちらの左のお部屋の方行ってみましょう。こちら洋室になっていまして、このようにとても使い勝手のやサイズ形になっています。とても明るいお部屋になっていまして、そしてこちらの方には収納があるようですね。こちらただの収納ではなくウォークインクローゼットになっているんです。たくさんの服やカバンなど収納していただけますね。もうこれでタンスもいらないです。そして続いて洗面所の方へ行ってみましょう。こちらが洗面所になっていまして、こちらの洗面所には室内洗濯機置き場や、こちら少し特徴のあるゆったりとした洗面台になっています。とても大きな鏡までつけられていて、女性の方に人気のこちら洗面台になっています。そしてこちら奥の方はお風呂になっていまして、こちらのお風呂は私のお気に入りのお風呂になっています。このように165センチの私が両手を伸ばせるぐらい広々としたお風呂になっていまして、1616サイズになっています。追い抜き機能や浴室乾燥などもありまして、まるで一軒家のお風呂のように足を伸ばしてくつろいでいただけるお風呂になっています。とても素敵ですね。そしてこちら向かい側にあるのが洋式のトイレになっていまして、ウォシュレット機能付きでちょっとした棚もあるので掃除用具なども直していただける、とても使い勝手の良いトイレになっています。そしてこちらのお部屋、2階のお部屋になりまして、今からこちら階段を
降りていきたいと思います。こちら手すりがついていまして、とても安心ですね。横幅もゆったりと取られています。でこちら階段を降りていただきますと玄関部分になっていまして、このようにたくさんのものを収納していただけるシューズボックスもあります。傘調節も可能になっています。そしてこちらの方には鏡がありまして、お出かけ前に全身をチェックすることも可能になっています。いかがでしたか。そしてこちらのお部屋もう一つポイントがありまして、インターネットが使い放題になっています。とても素敵なポイントですよね。以上でお部屋のご案内を終了させていただきます。まだまだお伝えしたいのですが、こちらの素敵なお部屋、ぜひ賃貸のまさきホームページの方でご確認くださいませ。奈良のおもてなし、奈良心賃貸のまさきは皆様のお部屋探しを応援しております。ご視聴ありがとうございました。